修羅の猛獣鬼人なりて哀れな竜に雇いつく攻めて人たち悲壮の覚悟鎧かぶとの間合いに挑む合衆おはや敵なし引き逃れ何だ
終わりだ。長い長殿の狩猟、お見事でした。ん、お前こそ真の強者よ。おっかり、長い長殿の狩猟したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。カムロの若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ新しいお団子作るぞ。まがいまがど団子、黒ごまでこうね。あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ。これで肩が軽くなったわ。